はい、ワンピースが大好きな神木です。今回は今話題沸騰中のネットフリックスですね、実写版ワンピースの私の正直な感想というのをつらつらと喋っていきたいと思います。ネタバレもありますので必ずですね、実写版を全話見てから、この動画の続き見ていただければなと思います。それでは行きましょう。はい、どうだったでしょうか皆さんの中では。まあ、実写版ワンピース、大きなですね話の構造としては原作そのままではなくて、ある程度その流れには沿うんですけれども、まあルフィの流れとコビーの成長する流れ、その2本柱でこう進んでいるような感じでしたよね。正直ですね、願望を言えばまだまだ盛り込んでほしいところっていうのはまあありました。というのもカットされた部分っていうのは結構ありましたよね。でね、やっぱり原作を知ってるからこそですね、その原作の部分があるからこそそこが面白いんだよっていうところたくさんあるので、カットされてもったいないなとはですね正直思うんですよね。例えばね、やっぱりウソップ海賊団の解散の流れがあって一味に入ったからウソップの話はいいとかですね、クリーク戦もなかったですので、サンジっていうのはルフィの、ルフィとクリークが戦うその様子を見て、ルフィの信念の強さっていうのを見て、心が揺れ動いたとかね、そういうものがあるので、原作の良さをですね知っているがゆえにそう思う部分っていうのはあるんですけども、しかしですね、全体を通してこの実写版ワンピース良かったか悪かったかと言われればですね、正直めちゃくちゃ良かったです。びっくりしました。完全にワンピースの世界がそこにはありましたよね。もう違う味がするワンピースっていう感じだったんじゃないでしょうか。やっぱりね、海賊っていうのは現実世界にいるとあれだけねひどい、人たちだし、海軍は海軍でやっぱり現実味を帯びてね描かれると、ああいったねこう厳しい規律の中で、任務を遂行してるんだなっていうのを肌で感じることができましたね。でね、やっぱりワンピースですよね、元が良すぎるっていうのがあって、名シーンはですねどうやっても名シーンなんですよね。そしてね、もう隅々までいろんなところでワンピース愛を感じました。一方ですね、実写だからこそ温度感を持ってですね伝わってくるものっていうのもめちゃくちゃありましたね。例えばね、あのサンジの過去編、断崖絶壁のあの孤島にね2人だけでねたどり着いてしまって、そして85日間をね過ごすというあの絶望感、原作でも漫画でももちろんね絶望感漂うところなんですけども、実写版になるとそれがもう何倍にも伝わってきますね。でさっき言ったようにいろんなところがカットされてるんですけども、なんでカットされてるかっていうと、ほぼほぼ時間的な制約だと思います。どこかを削らなきゃいけないのはもうしょうがないんですよね。じゃあ自分が思っているここを入れてほしかったなっていうところをね入れるとしたら、また他のところを削らなきゃいけないわけじゃないですか。じゃあどこを削ったらいいのって考えた時に削るところないんですよね。それぐらいですねいろいろ考えられて作られてるというのをものすごく感じました。今回シーズン1で全8話ですか、すごいボリュームだったですよね。中身もかなりギチギチに入ってるような感じで、でも無理なくストーリーは進んでいるという見事な展開だったと思うんですけども、考えてみればいないキャラっていうの結構いるんですよね。リッチーであったり、カルネ、ハッチャン、ジャンゴ、ジャンゴは手配書でちょっといましたかね、またガイモンとかですね、その辺も丸々描かれておりません。しかし別に特にですね大きな違和感を抱くことなくグランドラインに入るところまで行き着きました。なんかねもう終始そう来るのかという風に圧倒されましたね。原作を知ってるので、ここを通るんだろうっていうのは全部分かってるんですよね。でもその通るんだろうなっていうところはですね通りつつも、アプローチが原作と違う感じで、最後まで進んでいくと。でそれがですねまた回を重ねるごとにいろんなところにアプローチがですね遠いところから来る、回り道をしてですね全然違うところを進んでいって、でもちゃんと通るべき点を通って、グランドラインまで行くという。でこれがですね言ってしまえば原作と違う部分なんですけど、普通こうなるとネガティブな感じになると思うんですけど、むしろですねこの実写版はその違うところすらも楽しめるような仕組みになってましたね。次にねサンジのところが描かれるのは分かってるけども、じゃあね今の段階からどう行くのとかね、それすらもワクワクしながら見れるような感じでした。再現ではなく表現とおっしゃってたように、まさにですねそういった描かれ方をしてましたよね。これも実写版としてはかなり大成功なんじゃないでしょうか。シーズン1としてもすごく綺麗に収まってたなと思いますね。原作ではなかった手配書がね最初こう並べられてて、俺の手配書がないっていうことをルフィが言って、最後にルフィの手配書ができて、綺麗に実写版としての伏線もねこう回収されてるような見事なシーズン1だったなと思いましたね。で私はですね、シーズン1を一通り全部見て、で吹き替え版でも一周しました。なので2回全部見てるんですけども、その中で良かったことをですねちょっとつらつらと喋っていこうかなと思います。良かった点ですね、まず悪魔の実の強さが引き立っていたですね。もうこれ実写版ならではですね、特にバギーのねバラバラの実、あんなのねどうやってもこう戦いようがないやんと思うぐらい
実写版だからこそその良さっていうのを引き出してた感じがあります。またアクションも良かったですね。もうね、真剣佑さんのことみんなこれ好きになるんじゃないかという見事なアクションでした。他にもね、マニア心がこうざわつく演出っていうのもたくさんあって、まあ、下月クイナであったりシクシスであったりブードル町長の口癖さながらとかですね、ワンピースをこう読み込んでる人に向けてのこうご褒美みたいなものもしっかりありましたよね。クイナの名字が下月であることはワノ国で明かされてましたし、このシクシスというのもノベルエースで、まあ、エースがたどり着いてそこでねメラメラの実を食べたというエピソードがある島なんですよね。それとかブードル町長のさながらですよね。これも原作を知ってる人だからこそ楽しめるような演出だったんじゃないかなと思います。まあ、こういうのがねもう随所に散りばめられてるんですね。これですねまた私のチャンネルで細かく紹介していこうと思いますので、あの場面ここに繋がってますよねとかねあったらですね、ぜひ私のツイッターの DM までお願いします。また実写版というかこの改編された中で新たに見られたもので良かったのが強者の組み合わせですよね。例えばバギーとアーロンの組み合わせとか会話とかですね、原作では見られなかったので、まあ、夢の共演というか交わるところがないと思ってたところが見れたっていうのがすごく良かったです。そして楽しかったのはね、毎回変わるロゴ、最初のロゴがね良かったな。あれでね、あ今回はゾロ回なんだな、ウソップ回なんだなとかね分かりましたよね。でかっこよくてね、音楽も壮大でね、大きな画面で見るとねまた良かったですね。そして続いて吹き替え版、これが良かったな。声優さんたちっていうのはやっぱりねこう命を吹き込んでるなっていうのを感じました。田中真由美さんもルフィの声ね、アニメとちょっと違いますよね、声色がね、いろいろこう変えてイニャキゴドイさんのこうルフィに合うようにルフィを落とし込まれてました。バギーのねこう千葉さんなんかまたアドリブとかめちゃくちゃされてたでしょ。よかったなあれは、何回でも見れるような仕様になってますよね。他にもですね、例えば音楽もめちゃくちゃいいんですよ。ビンクスの酒がね第1話の最初の方でルフィのこう回想シーンで流れてるとこなんか、まあ、ルフィがねビンクスの酒を知ってるっていうのはスリラーバーク編で初めてルフィの口から明かされるんですけども、それが本当にねルフィのこう幼少期時代に流れてたんだっていうのを思わせられましたね。We Areもね流れたりしてました。よかったですね。またこれは小田先生自身もおっしゃってますけども、麦わらの一味のちょうど良さ感ですよね。これがね本当に、実写版ワンピースをね大きく支えてると思います。これだけね主人公ルフィもそうですし、まあイーストブルー編で出てくる仲間たち、彼ら彼女らに対して全くといいほど批判の声がないっていうのが本当にすごいなと思います。読者っていうのはですねワンピース愛があるがゆえにですね、もうイメージを崩されたくないので、いろんなことをねこう言いたいというか、心のどこかでちょっとね疑ったような目で最初は見てると思うんですよ。それなのにみんなもう今では好きになってると、この麦わらの一味のちょうど良さ感がそうさせてると思うんですけど、まさに配役がぴったりだったなと思います。他にもですね、私は好きだったのは先の展開につながるような仕掛けの数々ですね。例えば嘘つきノーランドを読んでいるところであったり、ミスターセブンが出てきたのももうシーズン2がねありますよと、アラバスタ編がありますよっていうのをもう匂わせてるものですよね。そして最後の最後、スモーカーのようなね人物が出てきたというところですね。もうこの先どうなるんだろうっていうのを、まあ、ワクワクして待っていられる演出っていうのがめちゃくちゃありました。この辺がね本当にね良かった点を挙げればキリがないなっていうぐらい良かったところが多かったなと思いますね。まあ、他にもですね、強いて言うならっていうのは、まあ、確かに正直あるんです。私の中ではですね、あくまで私の中ではですけども、キャストさんがねちょっと合ってないっていうのも正直いたはいたんですよね。まあ、それとかね、ウソップとカヤのキスはねいるのかというところがあって、まあ、小田先生もこれ OK 出されてるので、まあまあもちろん受け止めるんですけども、そしてなんでウソップのキスシーンを盛り込んだっていうのかも、まあ、今となってはまあまあわかるんですよね。まあ、ウソップ海賊団を盛り込まない代わりに、まあ、ウソップとカヤのラブロマンスにスポットを当てて、まあ、やったがゆえにあのシーンっていうのは必要だったのかなっていうのがあるんですけど、いやそれにしてもね、やっぱりウソップとカヤのこう距離感みたいなものがあってですね、そこが好きなので無理にそこは描かれなくてもね良かったんじゃないかなっていうのはあるんですけど、まあまあしかしですね、先ほども言ったように全体を通してのクオリティがすごすぎて、ちょっとしたことをこうつつくのが本当に野暮だなとそう思わせられるクオリティのものなんですよね。今回実写版ワンピースということで、まあ、主に海外向けに発信されてるというところがあって、それって今までのワンピースのこのコラボとか、まあ、いろんな挑戦ではですねあまりなかったものなので、そこでの楽しみ方っていうのもですねちょっとあったりしましたよね。例えばあのゾロの、まあ、原作ではおにぎりにね塩をつけるところを砂糖をつけてて、でもそれをね食べるっていうところあったんですけど、実写版ではチョコレートになってましたよね。まあ、確かにね海外では、まあ、別にねおにぎりに塩を塗ろうが砂糖を塗ろうが
まあ、そもそものものが分かんないので分かりにくかったのかなとも思います。そしてね、チョコレートっていうのはゾロが嫌いな食べ物なんですよね。その嫌いな食べ物を食べてくれてるというところに、まあ、ゾロのかっこよさがまた出たんじゃないかなと、まあ、それは全世界共通で出せたんじゃないかなというところがありましたね。他にもサンジのクソお世話になりましたのところで土下座をやってないところですね。まあ、確かにね、あれはね、日本ならではの文化といいますか、日本人が分かる、まあ、礼節の深さみたいなものがあったので、世界に向けてのこの実写版ワンピースでは土下座がないっていうのは、あ、確かになるほどな、そうだなと思いましたね。まあ、そういうところは原作と違うところではあるけれども、こうポジティブに楽しむことができるというところだったですね。なんかそういうものばっかりでしたね。原作と確かに違うんだけれども、別にそれがね、悲観的なものではなく、ネガティブなものではなくて、むしろポジティブに楽しめる部分になっているというところが、この実写版ワンピースのものすごい、功績だなとも思います。はい、まだ私もですね、2週しかしてませんので、まだまだこれからもたくさん見てですね、面白さをどんどん見つけていこうかなと思います。はい、ちょっと簡単ではありましたが、まあ、ワンピースオタクのですね、実写版ワンピースの感想でした。皆さんの感想などもぜひ聞かせてください。それではどうも最後までありがとうございました。